皆さんこんにちは、東京 MDG の Kai です。 Hey everyone, what's up? It's Kai from 東京 MDG。 It's preview time! 今日はですね、東京都市2017年版の新しいカードを紹介していきたいと思います。自分のジェネラルが死ぬのがマジもう一番辛いじゃないですか。なんか僕も先週なんかこういう出来事があって、あ、破壊されましたね。あ、また破壊ですね。ふざけんじゃねえよ。いや、もう破壊しかされないし、ジェネラル出す意味マジないなと思った時に、新しいプレビューカードが飛んできました。今日紹介していきたいカードはこちらです。 3,2,1。 同族のカゴ、 Kindred Boon、 4マナ白のエンチャント。同族のカゴが戦場に出るに際しクリーチャータイプを1つ選ぶ。2マナ、あなたがコントロールするその選ばれたタイプのクリーチャー1体を対象とし、それの上に神聖カウンターを1つ置く。あなたがコントロールする神聖カウンターが置かれている各クリーチャーはそれぞれ破壊不能を持つ。え、これで僕のジェネラルが最後まで残るんですか？そう、このカードがあれば特にトライバルデッキではもうどん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 アーミーを安心して作っていきます。調べてみたら神側ブロックにこういう似てるようなカードはあったんですよね、一応。でもまあ1回しか起動できないし、絶対こっちの方がいいっすよね。ところで神聖カウンターって何？調べてみたらすごい発見しまして、見てください、神側ブロックで5色の明神が出てたんですけれども、こいつらの明神にも神聖カウンターが1つずつ載ってて、それを取り除くとめちゃくちゃ強い能力を持ってるクリーチャーなんですよね。特に強いのは苗字のってナイツリーチとか、苗字のシーンウィンズ。え、これって同族のカゴと苗字のってナイツリーチはあるだけで各ターンマインドツイストができるんですか？サインミアップ。カイさん、このカードはレガシーでも使えるんですか？皆さんは同族のカゴをどういうデッキに入れてみたいですか？下のコメントに書いてください。これで破壊カードは濃いですね。あとこの間出たエンターザバトルフィールド、今回は東京をメインにした動画に出させていただきました。本当にありがとうございます。とても楽しかったです。ビデオリンクは下に書いておきますのでぜひ見てください。僕もこれから頑張って海外 MTG の動画を作りますので、皆さんの応援をお願いします。ありがとうございます。今まで Until next time, see ya。 これが海外 MTG でしたが、いかがでしたか？これからこのシリーズが毎月アップされるんですけれども、次回もまた楽しみにしてくださいね。あとは東京 MTG Vintage Open やボックスオープニングのビデオもありますので、そこも見てくださいね。まあ気に入ってくれたらライクやコメントまたはチャンネル登録もお願いします。以上、東京 MTG の Kai でした。 See you guys! This was Kai from Tokyo MTG. Thank you!